でも最近手がなんか痺れるんだよ。ちょっとやばいっすよ。もうダメかな。脳卒中のあれっす。全長。全長マジで。みんなありがとうございます。映像研究会？いや、ハンヌ映画祭です。ああ、ハンヌ映画祭の第2回。で、今回はわしですね。おめでたなっちの番か。で、前回、ララランドをはじめさんで、ああいうなんか感動系なんですけど、俺感動系とか見ないんで、コメディというか、そういう系の映画を。明けガラスっていう映画なんですけど、監督が、勇者ヨシヒコとか、実写版の銀魂とか。ああ、俺の好きな系統だ。昔の落語なんとかっていう落語を実写映画にしたやつなんですよ。好きな女優さんが出てるから見たんですけど、結構面白かったんで。へぇー。見ますか。はい。なるほどっていうやつなんですよ。面白かったっす。面白かったなぁ。なんか映画っていろんなセットを使うんですよ。いろんなセットあって場面切り替えとかでやるんですけど、うん、ほぼホストクラブの控え室でしかセット使ってないっていうのにビビった。普通にあれはすごいと思って、うちのこのあれに似てるなって思って。もう本当にこの家っていうか、まあ、これで物語がドッキリというか、うん、そのなんかちょっと似てるなって思って。普通に掛け合いも好きだわ。俳優でも結構豪華だったよね、うん、キャストが。なんかカットの大事さを知りましたね。普通多分同じワンセットでこんだけの尺の映画やると飽きるんですよ、うんうん、うまいこと飽きないように重点的に多分カットで顔の寄りとか使ってたから飽きずに見れたのかなっていう。前回の感動みたいなのとは違うくて、うん、あれなんですけど、今後の何かに生かせていければなと。で、次回が陽平くん。そっか。もう何かあれはあるんですか。そう、そう、俺もなんかその狙ったわけじゃないんだけど、感動コメディってきてちょっとこう見ステリアスじゃないけど、ちょっとなんかこうどんでん返しじゃないけど、そういうのが結構好きだから、ちょっと見るのは疲れるかもしれないけど、まあ何個かあるんで楽しみにしていただけたらなと思います。はい、はい、じゃあ次回のハンヌ映画祭で、ハンヌ映画祭で、はいはい、ありがとうございました。お願いします。どうですか、うん、今誕生日がもう半分終わりましたけど。本当じゃん。陽平くん、ここでサプライズプレゼントタイム。というわけで、まあ基本的に我々毎日一緒にいるんで大層なものは準備できなかったんですけど、まあちょっとした気持ちというか、陽平くんおめでとうと、はい、いい1年にしてほしいっていう思いも込めて、本当にしょうもないものなんですけど、プレゼントを我々準備させていただきました。え、これガチ？ドッキリでしょ？いや、ガチっす。こんなドッキリしないですよ。めっちゃいい、嫌なやつじゃん。そう、そっかそっか。え、マジですか？誰からいきます？誰から？え、一人ずつ？え、マジで？もちろん。じゃあ俺からいきますか。陽平くん、いや、すごい悩んでるんですよ。嘘っしょ？結構。じゃあなんか男友達の誕生日ってちょっと難しくないですか？まあ確かにです。結構悩んだんですけど、本当に本当です。え、結構悩んだやつなの。え、ありがとうございます。ありがとうございます。これもう開けちゃって、一回上向いて、で、開けて取り出していいですか、目開けて。はい。何も言葉はないっす。日々の感謝だね。そう、日々の感謝です。とろけるカレー、ありがとうございます。陽平くん、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。はい、次はタナッチ。そう、はい、タナッチ。やばい、直接だと渡しづらいかな。普通に生であげちゃうといやらしく見えちゃう、なんで包ませてもらったんですけど、はあ、やばい、これそれはやばいやつだ。これ、いいですか。でもなんか若干透けて見えちゃうんで、やっぱ上向いてた方がいいかもしれない。上向いて開けてください。いいですか。はい。読みます。食事、痛み、作業系の罰ゲームにかける誰にでも身代わりか。これ自分が受けたやつを誰かにあげられる。陽平くんいつも負けてるんですよ、かわいそうなんですよ。待って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 、大喜利で待って待って、誰にでも身代わりかってどういうこと。いや、だから陽平くんが受けた罰ゲームを誰かに待って、なんだこれ。待って待って待って、お前なんだ、なんだお前。俺は選んでいいってこと。そうです。ありがとうございます。もっといいもんあげとけよかった。さすがはじめくん、しっかりしてる。いや、ちょっと物なんですよね。物なんですよね。リンってリンってないだろ。交換がリンって出てない。なんで。上見てください。いいですか。いや、大層なもんじゃないんですけど。いいですか。はい。
初めて社長の目覚まし時計です。もう売ってないやつです。売ってない非売品。すげえ。実際物を見てほしいとこになります。じゃあすいません。はい。いや僕今ちょうど目覚まし時計ちょっと最近壊れかけてたんで、これはマジで嬉しいですね。あ、すげえ。なんかこの中に松屋メインじゃないんです。ちょっと待ってください。いや、見てみます。え、これ入力した方がいいってことですよね。そうですね、入力したら出るんで。ほら今パズドラガチャ来てるんで。あ、確かに確かに確かに。うわ、すげえ。今画面見れます？大丈夫ですか？これやばいっすよ。おめでとうございます。え、俺1500のくだりかと思った。これでも5万はちょっと。洋平くん、うわ、ちょっと。いや、3万でもやばいっすよ。え、マジっすかこれ。ただしほら、使うものは決まってますよね。確かにね、もちろんパズドラのガチャのみという。ありがとうございます。待ってください、じゃあもらったものを。まだ iTunes カードなんと3万分もいただきました。で、はじめくんからもう一つ。今売られていないはじめくんの声が収録されている目覚まし時計、ありがとうございます。わー。で、ただしから罰ゲーム身代わり券、これから受ける予定の罰を誰かにあげられる。う、ね、大地くんから。これは普通に食べていいんですよね。ちょっとやっぱ、あの正式な食べ方でお願いしたいなっていう部分はありますね。プレゼントだし、食べて喜んでる姿見たい。見たいんですよ、確かに。じゃあ、いただきます。あ、いいね、バクいった。あら、どうされたんすか。議題、議題というか、なんていうんですかね、まあ、なんか性病。いや、ギリ大丈夫です。なんかいろいろ動画のコメント見てて、毎動画にあるコメントなんですけど、タイトルとサムネ以外の部分が多すぎるとか、タイトルとサムネの内容に行くまでが長いとか、なんでタイトルとサムネ以外のことが入ってんのみたいなコメントが結構一つの動画に何個かあるんですよ。すごいな。本当に一番最初の動画の一番最後にはじめくんがちゃんとそう言ってるんですよね。言った言った言った。だからその今までの企画一本っていう動画の概念を超えたチャンネル。例出していいですか、はい、例えば遊戯王のアニメで次回城之内死すっていうアニメがあるじゃないですか、うん、そのアニメ見たら城之内が死ぬシーンだけじゃないじゃん、うん、タイトルとサムネで城之内が死んでるのを出すと、うん、で実際見た人が見たら城之内が死ぬまで長いですって、多分そういうことなんだと思います、うん、今までの多分 YouTube 動画はサムネとタイトルの内容だけしかなかったんですけど、うち、ん、は違いますよっていうことをまず分かってもらいたいなっていう、うんうん、そうですね。すげえ完璧な、完璧に理解した。じゃないと多分タイトルが Day33 とか何日目とかになっちゃうとちょっと分かりづらいかなと思って、その動画の中の一番目立つような内容をとりわけ出してるっていう、うん、確かに。サムネのタイトルはあんま気にしないでいただきたいというか、それが入ってるよぐらい。そうだね、そこはちょっと理解していただきたいところあるかもしれないですね。これサザエさんだね。中身はサザエさん。サザエさんよ。なんかサザエ家ってさ、日常で50年映してんでしょ。うん、俺らもいけらない。いけません。確かに。すげえ、サザエさんすげえ。日常で50年やってんのすげえ。本当に1個の動画に何個も詰まってるんですよっていう、内容がたくさん詰まってるんですよ。でも全部を言うわけにもいかないから、見どころをタイトルとサムネにしてるんですよって、うん、そういうチャンネルですよっていうことですよね。そうです、そういうことです。だからもう例を出すと、アニメ遊戯王の、うん、城之内死す